サブチャンネルご覧いただきありがとうございます。もう、はい、今日は宣伝なのかな。皆さん APS 小僧のミリブロってご覧になられてます？あの山中社長がミリブロでね、あの記事を出されていて、主にまあ直近の試合の様子ですとか、たまにあのフロンティアさんでね、あの2階と3階かな、2階がスティールチャレンジで、3階が APS カップのね、まあ、練習会みたいな、まあ、無料で開放してるんですかね、まあ、仲のいい人、まあ、人にまあ開放しておりまして、仲のいい人っていうか、まあ、一般開放してるのかな、まあ、ちょっとそこら辺がね非常に曖昧な感じなんですけど、まあ、そこで予定が出てて、基本ね、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、木曜日は2階は休みですね。たまにでも予定も変わるんで、主に丸井さんの新製品によって変わると思うんですけど、 URGI はね木曜日なんでよかったなっていう、で予定が載っているなという、で11と13日に APS カップのクラブマッチ&ブルザイマッチを開催というわけで、もう公式が近いんでね、あの山中社長の YouTube もあって、そこであの一通り回って、まあポイントというか、あのこうやって打つんですよとか、やっぱり初めて出る方もね、あの20日の公式いらっしゃると思うんで、まあ、そこら辺で、ね、押さえておいた方がいいなっていう動画を上げられてたんで、まあ、もう見てると思うんですけどね、初めての方はね、みんなご覧になられているといいなと思います。はい、まあ、というわけで、APS カップ練習の木、これですね。はい、で、3コース回って、まあ、まさにその3回で回ってるんですよね。はい、まあ、よかったら。ご覧くださいというわけで、はい、20日ね、どうですかね、定員になったけどキャンセル待ちもあるのでね、まあもしエントリーし損ねた方は木曜日までね、エントリー一応キャンセル待ちを受け付けているはずなんでね、よかったらというわけで、私はもうあのやっぱり すぐに定員いっぱいになったんでね、あの見送って、3月岡崎公式あるじゃないですか、まあ、7月9日土曜日にねフロンティア公式あるんで、それは絶対、まあね、まあ状況にもよるけど、まあほぼ出ようと思います。それは禁止症でありますんで、はい、まあ、というわけで、まあ、試合情報というかね、はい、そんなことについて告知してみました。2月28日かな、日曜日に本来ならジャパンスティールチャレンジの開催日だったんですけど、中止になったのでフロンティアさんでね無料の体験会を行います。 APS とかスティールチャレンジ打ったことない方対象でね、まあ、体験していただくというイベントを0時から3時まで日曜日やってますので、手ぶらで、で APS は年齢制限ないんでね、あのお子さん連れで来ていただいたりですとか、軽い気持ちで、まあ、マスクは必須で、アルコール消毒して競技終わったら帰るという、まあ、イベントですけど、まあ、打っていただいたターゲットにねサインさせていただいたりとか、まあ、写真軽く撮ったりとか、まあ、そこら辺もできますので、会いたいっていう方いるのかないらっしゃればね、あので終わり間際になると、あのサポートしている方々とねちょっとご挨拶とかしたりもするので、まああんまり体験の時って人を周りにいてほしくないなと自分自身は思うんですよ、ね、ギャラリーがいっぱいいるところで体験会でっていうよりは、あの基本的にはまあ見学とかはなしで、まあ、打っていただいてすぐ帰るみたいな感じになっているので、あのまあそれをよりやりたい方はまあ割と早めに来ていただいて、プレッシャーを感じたい、体験したいという方は、ね、終わりまで来ていただけると、まあ、サポーターの方もちらほらいらっしゃることがあるので、まあ、いろんな楽しみ方ができるなっていう感じですね。なので、まあ、APS とかスティールチャレンジで、ね、打つ機会があまりないので、あの基本無料 で、まあ、一つおすすめとしてはね、あのメガネかシューティングラスがあるので、まあ、シューティングラスご自身の曇りづらいものをお持ちしていただいた方がいいかも、もちろんお貸ししますので、ね、はい、まあ、基本的に持ち込めなしですけど、とはいえね、今 APS3 下で買ってきましたっていう人に、まあもう ありがとうございますってなりますんで、まあそれはまあ臨機応変に対応しています。まあ緩いイベントなんでね、まあ気軽にお越しいただければと思います。というわけで、やっぱり最後宣伝になりましたね。はい、最後で、ね、あ、そうだ、宣伝といえば、あのマックス堺レビズミ商品ね、そろそろ並ぶと思うんで、まあ通販でも買えるけど、店頭の方で並ぶのが先なんで、まあよかったら気が向いていいものがあればご利用していただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。